カメラマンの横山です。今回は、このチャンネルの登録者数がこうめでたく200人を突破いたしました。普段からご覧いただいている皆様、ご視聴ありがとうございます。はい。で、まあこのね、200っていう数字が多いのか少ないのかちょっとよくわかんないんですけども、まあ、カメラっていう、カメラとか写真っていうカテゴリーの中の、まあ、一眼レフとかロー現像で、さらにその中のシルキーピックスというかでですね、こう絞り込まれたねテーマにしてはまあいいんじゃないかなと思いますよね。で、例えば主婦の方がまあお料理の写真を毎日アップするとか、例えば可愛い動物の動画をね上げるとか、なんかそういうのに比べたらやっぱ関心の度合いがこう絞り込まれたカテゴリーですよね。なのでまあいいんじゃないかなと思いますね。で、2019年の3月の終わりかな、4月かな、4月の頭かなぐらいに、この私が作ったロー現像ソフトシルキーピックスの解説本があるんですけども、まあこれの動画の補足ということで、アップしたのが最初かな。まああとこのね、本の宣伝も兼ねて、アップしてみようかなと思ったのが、それぐらいですね。はい。で、なんだろうね。やっぱまだ慣れてないですよね、動画ね。まあカメラマンなんで、まあ撮る方は慣れてるんですけど、やっぱ撮られる方はですね、まあしかもこれ自撮りでしょ？ね。やっぱなかなか慣れないですよね。はい。なので、例えば滑舌が悪かったりとかね、お見苦しい点とあるかもしれないんですけども、はい。ぜひですね、今後ともよろしくお願いいたします。まあ最近ね、若い子たちがみんな動画ですよね。もうウェブコンテンツとかブログとか SNS っていうよりも、みんな動画見てますよね。で、多分電車の中でこうヘッドホンつけて、こうスマホ見てる子たちとか、まあ大体あれゲームか動画どっちかですよね。はい。まあそんな感じなんでね、ちょっと新しいチャレンジということで、YouTube、ちょっとやってます。はい。で、なんだろうね。久しぶりにね、インターネットの投稿で、いい緊張感を持ってできてるなっていう感じがしてますね。で、例えば Facebook とか、ね、Twitter とか、まあ結構なんかマンネリ化してなんかなーなーな感じになっちゃうんですよね。まあ例えば、どこどこに行ってきましたよとか、何々食べましたとか、まあ誰と会いましたよっていう記事がこうずっと続いちゃったりして、なんかね、コンテンツとしてはなんか、もう一つなんかね、面白いコンテンツ作りたいなということで、まあ YouTube やり始めたんですけど、やっぱ動画ですね、例えば10分だったら10分見ていただくとか、まあそうなってくるといろいろ考えますよね。まあ例えば、本当にためになる内容をやってるのかなとか、まああと、これ10分見ていただけるだけの、まあ楽しみの要素とかあるかなとか、まあいろいろね、考えながら動画企画してるんですけども、いい緊張感を持って、作れてますので、まあちょっとクオリティは別としてね、あんまりね、クオリティ上げていく気はないんですよ、実際。なんか、すごい綺麗な映像とか、そういうのを目指してるわけではなくて、どっちかというと、まあ、楽しいコンテンツを目指して作ってますんで、そっちの方に、ちょっとね、リソースを使いたいなと思いますね。はい。で、まあ、今後はですね、ちょっと写真関連、ちょっといろいろ広げていきたいっていうのがありますね。まあ、なんかいろいろ自分の使っている、こう、撮影機材結構あるんですけども、まあ、そんな使い方とかですね。あ、そうだ。で、ちょっとね、一つ、やらないようにしようと思ってる内容があって、例えば、あれがいい、これが悪いとか、A 社の製品と B 社の製品を比較するとか、ちょっとそういうのはね、まあ、やめようかなと思ってますね。これそういうキャラじゃないんで。まあ、あと、なんか検証が不十分な中で、やっぱそういうやつやっちゃうと、いろいろ誤解を生みますよね。はい。なので、まあ、使い方の楽しさとかね、そっち方面はやりたいなと思ってますけど、ちょっとね、いい悪いとか比較っていうのは、このチャンネルでは、まあ、ちょっとやらないようにしようかなと思ってますね。実際ね、多分それが一番ね、再生回数稼げると思うんですよね。はい。
なんかちょっと炎上スレスレまで行っちゃうじゃないですか。でもね、炎上して、なんだろう、メンタルが持ちこたえられるかどうか分かんないんで、そんなにハートが強くないんで、そこはやらないようにしようかなと思ってますね。はい。で、あとは、あれです。ライブ配信。はい。今、ライブ配信をやろうとしてて、まあ、前からやろうとしたんですけど、このちょっとですね、ここの場所の回線スピードが、これ今 Wi-Fi でね、パソコン繋がってるんですけども、なんだろうね、あんまりね、ネット配信、リアルタイム配信できるような回線スピードが Wi-Fi 出てなかったので、これ1階までね、LAN ケーブル30メーターのやつ買ってきましたんで、はい、それを使って、それを使って繋げば、だいぶ、回線速度も速くなりますんで、ライブ配信の方もやってみたいと思います。はい、それはまた別途ご案内したいかなと思いますので、ぜひですね、お待ちいただければなと思います。そちらはね、ちょっとテストで一回やりたいなと思いますので、もしご協力いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひその時はご視聴いただければと思います。はい。まあそんなこんなで、まあ200人突破しましたよっていうですね、お礼の動画になりました。はい。またですね、今後ともよろしくお願いいたします。以上、カメラマンの横山でした。ご視聴ありがとうございました。